宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン公国軍は既存の電子機器を使用不能とするミノフスキー粒子と、その散布下における有視界戦闘用の巨大人型兵器モビルスーツを実戦投入することで、物量で勝る連邦軍を圧倒した。開戦と同時にジオン公国軍は連邦軍総司令本部ジャブローを目標とし、スペースコロニーを地球に落下させるブリティッシュ作戦を決行。これはその戦争の中で歴史の表舞台に出ることなく戦い続けた者たちの物語。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。新米、そう固くなるなよ。訓練通りにやればいい。だが61式戦車だからって油断はするな。装甲が抜けないからといって無傷で済むということではないんだ。なーに、心配いりませんや、少尉殿。俺たちのケツにしっかりついてくればあっという間ですよ。マット、新米を甘やかすのはどうかと思うぞ。まあそうですが、ひよっこをビビらせたところで一人前になるもんでもないでしょうよ。無駄話はそこまでだ。作戦開始。発見されました。敵が警報を発する前に破壊してください。もらった。逃がすか。敵が警報を発しました。守備隊の増援もありえます。注意してください。アレーキ撃墜した。落としてやる。敵撃墜した。歴史を撃墜。よし、もらった。管制塔に到達。制圧してください。ミディアが発進しようとしています。管制塔の制圧を急げ。最悪の場合ミディアを破壊しろ。この落ちろ。
敵部隊が接近中。大部隊です。ロケ1式でも火力を集中すればモビルスーツを仕留めることができる。だが3機を一度に相手するのは戦力が足らないか。我々と共に先行降下した工兵隊のザクワンが6・1式戦車の攻撃により大破しました。そんなモビルスーツの装甲を撃ち抜けるのか。だから油断するなと言ったんだ。敵さんなかなかやりますね。できるやついるらしい。ボス、しっかり俺たちのケツについてこいよ。了解。敵機を撃墜。敵機を撃墜。どうだ。最終ターゲットを確認。何これ。データを照合中。これはビッグトレイです。やれやれ。まったく大した情報分析だな。情報は何をやってたんだか。しっかり仕事をしてもらいたいもんで。隊長、この戦力では無理です。撤退した方が。下記任務続行。ビッグトレイを叩く。隊長、陸の宇宙戦艦みたいなものだ。近くに回ればなんということはない。対艦戦と同じようにやれ。敵をやるには準備の整っていない今を置いて他にはない。我々に応援を待っている余裕はない。やれ。了解。ザクレイ、ザトだ。沈黙を確認。少佐、敵司令官から通信が入っています。待ってくれ。撃たないでくれ。降伏する。敵の降伏要請を受諾する。了解。敵残存部隊は武装解除を始めました。各チームは本隊の到着まで制圧地区の警備に当たってください。司令部がもう少し抵抗を続けてくれていたら倒すチャンスがあったからな。しかしよく訓練されたやつだった。確認しておいてくれ。
ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。よし、全チーム突入開始。繰り返す、突入開始。水路は遮蔽物もなく十分な広さもない。注意して進め。日記ロベルト少尉、あなたは前の作戦で活躍したのだから、発電所の破壊は私に任せなさいよね。いや、シャルロット・ヘープナー少尉、そういうことはどちらが確実にできるかで決めるべきでしょう。ここは爆発を踏んでいる僕が。なに、私が女だからって甘く見ないでよね。実戦の一つや二つなんて爆発を踏んでいるうちに入らない。私だってきっちりやり遂げてみせるわよ。いや、そういうつもりじゃないけど。二人とも喧嘩するな。俺から見ればどちらもひよっこでしかない。とにかく生き残ることを考えろよ。了解。了解。撃破。警戒警報、敵が侵入。繰り返す、敵が侵入。各セクションは警戒態勢。停泊中の潜水艦はどうなっている？は、一隻は補給が完了しており、クルーも乗艦させたまま待機中であります。よし、退避させるぞ。エイガー少尉、乗艦してください。機関をヨーロッパに無事に送り届けるのも召喚の任務ですので。すまないが、我々も戦うことができれば。仕方ありません、これも命令ですから。機関には機関の戦場が待っているということでしょう。ご無事で。各隊に指示あるまで何としても敵を食い止めると伝えろ。潜水艦クルーに伝達。発進準備。ゲート開け。敵が気づいている。敵はゲートを開けて潜水艦を出そうとしている。時間内にドックを押さえろ。潜水艦の発進を食い止めるのだ。発電施設を破壊すれば一時的にゲートの開放を邪魔することができるだろう。ゲート開放まで3分。甘いな。敵機撃墜した。落としてやる。敵機撃破。やってやる。変電施設を破壊したが、破壊によりさらに電源の復帰が遅れるだろう。だが施設の破壊はほどほどにな、最小限の損害で済ませる。敵撃破。敵撃破。敵撃墜した。電源が回復したようだ。カウントダウンが再開する。制圧を急げ。変電施設を破壊したな。破壊によりさらに電源の復帰が遅れるだろう。だが施設の破壊はほどほどにな、最小限の損害で済ませる。変電施設を破壊したな。破壊によりさらに電源の復帰が遅れるだろう。だが施設の破壊はほどほどになる、最小限の損害で済ませる。あれ、
電源が回復したようカウントダウンが再開する。制圧を急げ。ゲート開放まで2分。ゲート開放を一時的に止められたはずです。了解、こっちは任せろ。ただもう少しかかりそうだ。時間を作ってくれ。敵機を撃墜。敵機を撃墜。敵逃したか。稼働中の潜水艦を逃がしてしまったが、よくやった。基地攻略部隊より通信が入っている。地上施設、地下中枢部の制圧に成功したようだ。別エリアのドックも制圧に成功したようだな。別エリアのドックというと、確かマルコシアス隊でしたか。ねえ、何でもガキどものエリート部隊だとなかなかやるようですな。新米二人もよくやったな。上出来だ。しょう、そいつはちょっと褒めすぎじゃないですかい。無茶をせず生きていれば上出来ということさ。今のうちはな。確認しておいてくれ。
ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。前機突入開始。まず味方守備隊と合流しろ。敵は背後に現れた我々に動揺するはずだ。混乱に乗じて敵包囲網を突破しろ。さあひよっこども、俺のケツにしっかりついてこい。遅れるなよ。敵一撃破。司令官、南から敵のモビルスーツ隊です。我が軍の後方を脅かしています。南部地区の部隊が混乱しています。モビルスーツに混乱するとは。南部の各指揮官に混乱した指揮系統を正常化させ、背後に迫るモビルスーツ隊に攻撃を集中させろ。敵が混乱しているうちに味方と合流しろ。基地守備隊と合流しました。よし、作戦の第二段階だ。守備隊とともに基地を守り抜け。そこのモビルスーツ、こちらフェンリル隊のルローア将官シエニさん。我々は基地の北側、東側を守る。君たちは西側を頼む。こちらマニウム装了解です。レンチェフ将尉とともに配置につきます。敵撃墜した。落としてやる。敵機を撃墜。敵機を撃墜。敵機撃墜した。全チームに次ぐビッグトレイが侵入した。お、敵さん、ようやく本気になったってことですかね。度重なる損害で手駒が少なくなったので、前に出るしかなくなったのだ。そういうことだ。敵の司令部を叩いて勝負を決める絶好のチャンスでもある。前機、ビッグトレイを叩け。こちらエイガー将尉だ。ガンキャノン隊、攻撃を開始する。任せろ、俺たちが来た以上ジオン野郎もこれまでだ。行くぞ。今度お嬢さんなんて呼んだら俺が前に出る。後ろから撃つわよ。敵一機撃破。ザクレイ、こいつはどうだ。落としてやる。決して撃ちまくれ。了解、攻撃する。攻撃を続行しろ。
ットへの攻撃効いているぞ。ターゲットの破壊は目前だ。最後まで気を抜くな。敵司令部の破壊を確認。敵が混乱、撤退していきます。よし、各チームに告げ、この機を逃さず追撃せよ。ただし深追いはするな。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。全機出撃。よし、各機配置についたな。状況を確認したところ、敵の動きが意外と早い。我らの防衛目標だった丘陵地帯はすでに敵の手に落ちている。まずは全力で丘陵地帯を奪還する。了解。グリーンチームはレンチェフ少尉とマニング軍曹で、ニッキー、ブルーチームを頼んだぞ。任せてください。敵爆撃機が接近中。敵機を撃墜。そこだ。敵機を撃墜。敵機を撃墜。うわっ。
撃撃破どうだ敵撃墜したよしもらった敵撃墜した敵一撃撃破うわ敵撃墜した撃墜した当たれ くそ敵さんもやるようになってきやがったな増援は黒い三連星はまだなのか倒しても倒してもキリがないわさらに悪い知らせだ敵の主力部隊がこちらに向かっているようだ丘が取れないことに業を煮やしたのだろう何としても食い止めろお前たちならやれるはずだ攻撃ターゲットが接近中ターゲットの撃破を最優先にしろ破壊しろ。
ち抜け。を確認したぞ。前期に次ぐ移動命令だ。これより指定ポイントに向かう。交代の部隊なしに移動ですか？我々がここを離れればとても守りきれませんよ。分かった。だがこの命令は最優先だ。従わないわけにはいかんのだ。了解です。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前期出撃。これより作戦を開始する。了解。各機警戒を怠るな。追いつかれた。敵の追撃部隊だ。友軍部隊後方にも注意しろ。敵撃墜した。よし、もらった。起こしてやる。敵撃墜した。一兵たりとも逃がすな。敵を逃がせばいつかそいつらにやられる。
そう思って全て叩き潰せ。そうマーク、モビにいた連中だな。まだ生きていたのはな。あの時の借りを返させてもらうぞ。こいつはどうだ、禁止撃破。たまるく、撃ち抜け、落ちろ。無事飛ばしてやる。防衛対象は突破に成功。皆よくやった。当たっちまったか。え、どうだ。応戦しないと。落ちろ。当ててみせる。先かな。こいつはどうだよ。わけにはかねえんだよ。よし、前に出ると。どうだ。敵撃破。何だいけ。よし、もらった。撃墜した。ちょっと、どうなってるの。このままではやられる。撃墜した。敵撃破。よし、もらった。友軍部隊の撤退を確認した。このエリアで我々のできることは終わった。ユーコンとの合流地点へ向かうぞ。了解。隊長、彼らは無事に撤退できるでしょうか。戦線が崩壊した以上簡単ではないだろう。だが彼らは全力を尽くしてやり遂げようとするはずだ。そうですね。そして我々も最善を尽くすですね。そういうことだ。前期目的地まで急ぐぞ。確認しておいてくれ。
ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前期出撃。ドムを受領したのですが、自分が使っていいのでしょうか。誰か他の人が使った方がいいと思うのですが。隊長の判断でもあるわけだが、私は適任だと思うけど。俺たちフルカブは使い慣れた機体が一番ですからね。それに若いやつが使った方が生き残る可能性も高く、まあ隊長が適任と判断した。期待に応えてそれ以上の結果を出すことだな。使いこなせないときはいつでも言いなさい。私が代わってあげるわよ。前期進め。対空施設を破壊しつつ前進。情報によればこのエリアのどこかにジャブローへの入り口があるはずだ。これより作戦を開始する。ポイントアルファに到着。敵の守備隊がいます。よし、障害を全て排除しろ。了解。ターゲットを破壊。そしてやる。敵機を撃墜。あれ、うわ、ターゲットを破壊。敵機を撃墜。あれ、撃破。くそ、どこから。落としてやる。ターゲットを破壊。こいつはどうだ。撃墜した。敵撃墜した。当たれ。ターゲットの破壊を確認。よくやった。残りの攻撃ターゲットも破壊しろ。敵機もらった。撃墜した。落としてやる。落としてやる。ターゲットを破壊。全ターゲットの破壊を確認。敵を排除しました。よし、よくやった。ちょっと待ってください。断続的な振動を感知しました。これは昇降装置。敵の増援か。おそらくそうでしょうね。つまり私たちは地下への入り口を見つけたのよ。よし、ブルーチーム、敵増援部隊を排除しろ。レッド、グリーンは指定ポイントに集結。ブルーチームの支援に回れ。敵部隊を捕捉。来るぞ。敵モビルスーツ部隊が出現したぞ。
機を撃墜。そこだ、落としてやる。くそ、当たっちまったか。ぶっ飛ばしてやる。敵撃墜したわ。敵撃墜した。防戦しないと。これでも少ないね。敵撃墜した。当たれ、敵機を撃墜。敵増援部隊を殲滅しました。よし、ブルーチームは現エリアを確保。ニッキー、信号弾を上げろ。よくやったな、ニッキー。いえ、チームに助けられました。うん、そう思えるようになったら一人前だな。そんな、自分はまだまだ。その気持ち、いつまでも忘れないことだ。そうすれば、生き残ることができるだ。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。よし、前機突入を開始。突入を開始。甘いな。うわ、当たってたまる。
か。で、そうだ、エリナ、撃墜した。当たれ、敵撃墜した。で、そうだ、当たれ、敵撃墜した。最深部に到達しました。ここは宇宙戦艦のドックのようです。宇宙戦艦があります。これは木馬？いや、少し違うようです。宇宙戦艦および周辺基地を徹底的に破壊しろ。高い入場料を払ってここまで来たんだ、元は取らないとな。違いないですな。了解しました。私が行くわ。俺が前に出る。そこで、こいつはどうだ。ほら、言う。攻撃、まずいぞ。この一撃で落としてやる。そこで、攻撃、ターゲットへの攻撃を続行しろ。戦闘不能、もう死しないぞ。突き止めてやる。敵撃墜した。こいつは大物だな。こいつはどうだ。ほら、言う。応戦しないと。ターゲットへの攻撃、効いているぞ。どうだ。ターゲットは依然健在、集中しろ。ちょっと、そこで、どうなってるの。ターゲットの破壊は目前だ、最後まで気を抜くな。こいつはどうだ。切ってくれよ。なんだ、敵の攻撃。高い熱源を確認。これはガンダムタイプのようです。敵の新型か。派手にやってくれたな、ジオン野郎ども。え、そのマーク、貴様らまだ生きていたのか。いい機会だ、これまでの借りまとめて返してやるぜ。なんだと。火器管制システムの調整がおかしいのか、それともパワーコアか。どうやらあの新型調整ができていないようね。今なら私たちにだってやれるわ。そうだな、ここまで来たんだ、できることは全てやろう。そういうことだな。潰せるものは潰すとしようか。うまく動かないとはいえガンダムタイプだ、無茶はするなよ。くそ、やってやるさ。やったな、やつに相手か。やります。落としてやる。
攻撃だな。だが、ターゲットへの攻撃を続行しろ。ターゲットへの攻撃、効いているぞ。当ててみせる。ターゲットは依然健在。集中しろ。ターゲットの破壊は目前だ。最後まで気を抜くな。くせえな、そこ動くなよ。調整さえ間に合っていればこんなことには。敵新型モビルスーツの破壊を確認しました。前期交代しろ。どうも戦況が思わしくない。我々も他の部隊に習い急いで交代する。くそ。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。 HLV 発射まで何としても敵を寄せつけるな。いいな。敵部隊行きます。今度お嬢さんなんて呼んだら俺が前に出る。後ろから撃つわよ。落ちろ。ぶっ飛ばしてやる。前期撃墜した。これでも食らいね。敵機撃墜した。落としてやる。この一撃で。レッドチーム交戦中。ジャブローで遭遇したやつのようだ。 A のガンダムタイプ。各機気をつけろ。ここになる。まだまだだな。敵機を撃墜。当たれ。
制した。こちらレッドリーダー大破した。すまない、脱出する。グリーンチーム、例のガンダムタイプと交戦中、レンチェフ少尉がやられました。少尉は脱出。くそ、なんてやつ。そこだ。この一撃で一気どうだ。敵機を撃墜。敵機を撃墜。距離なら当たれ。当ててみせる。まだまだだな。 HLV が攻撃を受けているぞ。 HLV を狙う敵を優先して排除しろ。敵機を撃墜。落としてやる。敵機を撃墜。そこだ。敵機を撃墜。に殺さないでもらいたいね。だが戦闘不能だ。脱出する。今度こそ仕留めさせてもらうぞ、ジオン野郎ども。どうやら回収を済ませたようね。キャノン砲も使えているようだし、安定してるわ。どう戦えばいいの。隠れても無駄だ。なんだ。なに、パワーユニットに直撃だと。これ以上部下はやらせん。前に出るぞ。当ててみせる。
した。まあまあだ。消してきたぞ。少し食らいすぎたか。戦闘機に交代させてもらう。私に任せて。戦闘機の交代だ。敵ガンダムタイプの機能停止を確認。 HLV 発射までまだ時間はある。各機気を抜くなよ。大型の艦艇を確認したぞ。なんだこれは。ビッグトレー級の戦艦でしょうか。各機主砲には注意しろ。死角に回り込め。いい的だな。落ちろ。落としてやる。ターゲットへの攻撃効いているぞ。HLV のダメージが大きくなっている。敵の排除を急げ。ターゲットの破壊は目前だ。最後まで気を抜くな。この一撃で
しろ。今だ、火力を集中。攻撃する。ターゲットの破壊を確認。よくやった。隊長、やりました。守りきりましたよ。よし、任務完了だ。各チーム、状況を報告。レッドチーム、機体を失いましたが、全員無事です。グリーンチーム、2機大破。自分の機体は何とか動いていますが、戦闘継続は不可能。ブルーチーム、マット軍曹の機体が大破。パイロットは脱出しています。全員無事か。みんな、本当によくやってくれた。これからどうしますか。もはや基地を守ることは不可能と思いますが。そうだな。降伏するという選択肢もあるだろう。そんな。まあ最後まで聞け。降伏するという選択肢もあるだろうが、諦めず最後の最後まで戦い抜くのも我々に課せられた仕事のうちだろう。全員地下ドックに急げ。そこにイオコンが待機しているはずだ。戦闘に耐えられない機体は破棄する。戦場と必要とされる友軍がいる限り戦い続ける。それが我々闇夜のフェンリル隊だ。それにしても、軍曹、何か。いや、あの坊主たち無事に空に上がったかなと思ってな。坊主。ああ、マルコシアス隊のことですね。我々の担当エリアではありませんが、最後の便に乗っていたはずですよ。彼らもギリギリまで守備についていたのでしょう。まだ若いですし、無事に生き残ってくれるといいのですが。日記少尉、言うようになったな。これまでの修羅場が成長させたということか。いつまでもひよっこのままではいられませんからね。違いない。全員ドックまで急げ。時間はないぞ。すべての HLV を空に送り出した後、我々はキャリフォルニアベースから脱出した。こうして北米最大の拠点は失われたのだった。戦いは地上から空へと移っていく。地上に残った我々は補給も乏しくなり、ますます厳しい戦いを強いられるだろう。だが我々は諦めない。祖国のため、大義のため、愛する者を守るため、ジオンの旗のもと戦場に身を投じた将兵たちはそれぞれの思いと理由を持って戦い、そして死んでいった。そうした思いを持って戦う戦友がいる限り、我々の戦いもまた決して終わることはないだろう。